皆さんおはようございます。2022年7月の15日金曜日、立憲民主党の衆議院議員原口和弘です。明日のご挨拶 B です。昨日大雨の警報が鳴ってて、大雨警報というか大雨が降るんじゃないかという注意喚起、警報じゃないですね、があったわけですけども、やっぱりちょっとずれると全然その雨の降り方が違いますね。昨日も南部の方ではものすごい佐賀の豪雨だったみたいですが、こっちは降っていなくてですね、まあ、これだけその気圧というか雲が、まあ、線状降水帯もそうですけども、細切れにその地域によって豪雨を起こしたり起こさなかったりっていうのが起きてますね。どうぞお気をつけになってください。で、昨日ワシントンポストの記事を読んでてハッとしました。一番最後のところですね、嫌な記憶が蘇ってきて、で、あれはいつだったかな、県会議員の時でしたよね。ある新興宗教にこうハマった私の友達が突然訪れてきて、で、不幸が続くのは、別に不幸なんか全然続いてなかったんですけど、その時はですね、先祖様の供養が足りないからだと。で、今日はあなたのおじいさんの命日のはずだと。祖父の命日2人とも知ってますからね。そうだけど何ですかっつったら、その供養が足らんとで、それはお前はなんか順風満帆でいいかもわからんけども、お前の家族や親族に不幸な人がいるだろうと。まあ誰かはいるんですよね。誰かはいるっていうか、それはみんな順風満帆なんていうのはありえないし、私だってもう何回も何回もひどい目にあったんですよね。でもそうするとですね、なかなか帰らないんですよ。で、ある施設に今回と言って、私一回だけそこ行ったんですよね。統一教会じゃないですよ、家庭連合じゃないです、別の新興宗教だったですけど、でもなんとも言えん疎外感というか、皆さん暗いお顔をなさっててですね、それでもういるだけでこう息が詰まる。で、こんなところで、そのこんなところでつったら悪いけど、その供養しなきゃ先祖が救われないような先祖じゃないよねって、和田さんが言ってくれてましたけど、そんな今の子孫に害なすようなことを先祖が喜ぶわけないって、まあその通りですよね。だけどあの時何だったかな、そう、県会議員だから一方で選挙も応援になるよねっていうのも言ったんですよね。で、やっぱりそれ一票でも欲しいからっていうのもあったんでしょうね。なんで言ったのか、その時のことをよく覚えてないですけど、そんなことも言われた気がしますね。だから心のなんていうか、どっかの隙にスポッと入り込んで、で、一回洗脳されるとなかなか抜けられないっていうか、オウム真理教の時もそうでしたね。だからこれは宗教っていうよりかカルトですよね。カルトだと私それ思いますね。今もその教祖がいろいろやってますけども、あんななんていうかな思いを、言っときますが、それ統一教会じゃないですよ、別の宗教カルト集団でしたけど、で、まあ、その家庭連合っていうんでしょうか、それのいろんなものが流れてますが、
いやー本当にこう日本がプロフィットセンターになっていたというあれは衝撃的ですよね。しかも与党の国会議員のかなりの部分がそれに入ってる、百何十人ですか。ちょっとどういうこと、おそらくはまあ私たちもそうですけど、そのそこを信心してるっていうよりか支持団体っていうか、まあわらかたの考え方が近いければまあいいやという感じで入ってるんでしょうかね。ちょっとよくわからんですね。でだけどやっぱりその宗教とカルトとの違いっていうのはしっかりと分けられるべきだと思いますね。そうしないとその税制上の優遇措置もありますしね、さまざまな被害をこう拡大していく元になりますよね。もともとその政教分離がなぜ必要なのかと。でもちろんその人間の存在を超えたもの、宗教者との付き合いというのは私は政治家も必要だと思うんですね。必要っていうかそれは特定の何教にとか言うんじゃないですよ。やっぱり人間の存在を超えたものに対する思いがなければこともなせないし、それからすごく傲慢になりますよね。でも本当になんか不思議な、あれも思い出しますよね。私が衆議院に出た時のこと、あの時は自民党席でしたからいろいろありましたね。そういえば本当に決してなんかことさら危ないとかそういう感じじゃなかったですからね。ちょっとまだ整理できないですね。さてそのカサンドラ・クロスって今の岸田政権っていうのはカサンドラ・クロスなのかなって思いますね。そのカサンドラ・クロス撤去に向かう列車の映画ですよね。でみんながその本当はこれはやばいんじゃないの、まずいんじゃないのって思いつつもそっからこう抜けられない。でやたらとそのもうあと危なくなると黙りこくってしまうと、そして最後はいなくなってしまうと。あの映画がそういう映画だって言ってんじゃないですよ。ネタバレしちゃいけませんし、でも目の前にもうとてつもない危機に行くだろうって思っていても方向転換ができない。でさっきもう本当に今回悔しくてこの怪我のせいでどこにも行けなかったですからね。まあ比例で落選してしまった友人たち、あるいは選挙区で戻ってこれなかった現職やあるいは挑戦者の皆さんと思うと本当になんで肝心な時に骨が折れるんだって思い当たらないんですよね。なんか特別どっかにぶつかったとかですね、もう徐々にこうまあだから簡単に言うとやりすぎてんのに、そのやりすぎてんのを体が検知してないっていうのが一番なんでしょうね。本当に それで新潟の森さんのその敗因分析っていうの出てましたけど本当につらい。あんなに国会で活躍してる来た人がですね、国会に来られなくて、で結局その結集を阻んだものっていうのがありますよね。やっぱりトロイの木馬には気をつけないとダメですね。森さん一刻も早く国会に
戻ってきてほしいですね。森さんといえば本当にあっけらかんとしていろんなことを支えてくれました。まあ、現職の国会議員で新潟に行った時、彼女は確かその時は県会議員だったんですよね。小宮山靖子さんもそうですけど、真っ先に来てくれて、そして話をした、あれが森さんとの最初の出会いでしたね。国対委員長の時もいつも夜6時ぐらいかな、電話がかかってきて、まあ汗ふきふき話をしてたんですが、あれは前回の6年前の選挙の半年ぐらい前ですね。だからもう今から言うと6年半ぐらい前、森さんと国会ですれ違って、原口さん考え改めたがいいよって言うんですよね。なんでですかって言ったら、原口さんさ、国会議員ってみんないい人だと思ってるでしょって、でそうでもないよって、何割はやっぱり良くないのもいるよって、いやもっと率直に言うと、かなりの部分が今だけ金だけ自分だけのもいるし、あれですよって言ったんですよね。で私そんなこと思ったことほとんど一回もないんですよね、それまでね。じゃあ森さんと俺はどっちなんですかって言ったら、いい方に決まってんじゃないって、まあ諭すように言ってくれたんですけどね。後で森さんにのちょうど6年前の選挙演説でそれ言ったら、私そんなこと言ってないでしょとか言ってたんですけど、私は人の言ったことを結構覚えてて、まあ正しく覚えてるかどうかは別にしてですね、いろんなところでアドバイスしてくれたんですよね。まあそれは半分以上冗談みたいなことだったのかもわからんけども、そのみんなが善意で性善説で動いてるっていう、そのまあある意味牧歌的な考え方だと見えたんでしょうね。ああそうなんだって、時々その森さんからはこうストレートパンチみたいなの飛んできて、でもあれ今年神崎で私のスタッフだった内川さんが当選、市長に当選してくれましたけど、それもちょうど4年前の選挙、大仁田さんのですね応援に現れてきてくれたのも森さんですよね。森さんと大仁田さんっていうのは乱闘でも大仁田さんをとの間で乱闘騒ぎっていうんでしょうか、何でしょうか、そのあれで一躍また森さんの名前が上がりましたね。でまっすぐな人で、たとえ自分が損すると思っても絶対にその自分を優先しない、今だけ金だけ自分だけと真逆の人でしたよね。絶対に国会に戻ってきてほしいですね。辻元さんが戻ってきたのに森さんがいないなんてちょっとありえないですね。頑張りたいと思います。じゃあ皆さんどうぞ良い一日を、ごきげんよう。すっごいセミの声ですよね。わしわし。ね、ドンファン。これドンファンすごい。今日随分、夏剪定したんですよね。切ってあげて。ベーサルシュートっていうのがこうやって伸びてて。まあ、可愛がると花も応えてくれますね。やっぱりでも、相当たくさん春咲かせたんで、花の大きさは結構小さいですね。では皆さん良い一日を、ごきげんよう。セミすごいですよここね。住処なんですよ。いっぱいもうセミの抜け殻がありますもん。あとヘビチョロ、
カナヘビですね。あ、ヘビチョロはカナヘビじゃない、あれはあのヤモリですね。ヘビがいないので、でこれがご覧になれますか、アーモンドですよ。アーモンド、アーモンド、アーモンドといえばアーモンドグリコ食べたいですね。じゃあ皆さん、どうぞ良い一日を、ごきげんよう。